お呼びできたと思います。はい、写真家の石川真希さんです。ありがとうございます。どうも。こんな中、皆さんに来てくださって。いやー、今日ね、また、見ましたけど。ありがとうございます。なんか、一番最初、僕、本郷か、水道橋か忘れたけど、はい、ちっちゃいギャラリーでやってた時に、はい、トーカスですね。はい。って見たんで、全然印象が今、違いました。ああ、ホイールミュージックとか、うん、音がもうすごいよかったし、ありがとうございます。ホイールミュージックもあの時なんか2面とか使ってなんかモニターを、そうですね、多面でやってましたね。結構これで見てると全然また印象が違って、ありがとうございます。すごい面白かったっていうか、なんていうかな、なんかもうズボーンってなんかすごいもう見ちゃったなみたいな、なんかそういう感じでございました。ありがとうございます。どうも。実は石川さんとは、まあ、これからお話ししようと思うんですが、今年の1月に一緒に映画を撮りまして、なんと私が監督で出演もちょびっとして、で石川さんが撮影をしてくださるっていう、なんかすごい夢のような、はい、ことが起こりまして、まあ、でもそもそも石川さんはと私共通の友人がいて、それで結構こうお話は私も伺ってたんですけど、初めてお会いしたのは、なんか石川さんがラジオで呼んでくださって、で、一緒にこう対談みたいなことをさせていただいたんですけど、その時に、なんか石川さんがこう、ちょっと吉ヶ谷さんに頼みたい仕事があって、みたいなことを言ってくださって、それで、よくよく聞いたら、北海道の斜里町、知床ですね、知床半島、斜里町で、一緒に、こう、作品を一緒にというか、その時は別々で作ろうっていう話だったんですよね。石川さんは、斜里町の写真を撮って、私はなんか映画を撮ってみないかっていうことを言ってくださって、で、ぜひぜひやります、みたいなことで、こう、やったんですけど、まさにそれが、だから、去年、一昨年の、5月ぐらいの話でした。うん、はい、で、その後私が夏に、じゃあどういう映画撮ろうかなと思って、こう、シナハンみたいなことをさせていただいたら、シナハンって何？シナハンって、なんだろう、なんか調査、リサーチみたいな。シナリオハンティング。私、ちゃんと考えたこと、でもそうですね、多分シナリオハンティングですね、ですかね、合ってますかね。はい。そう。なんかそう、それで、チェリーにどんなものがあるのかな、どういうお話作ろうかなって見に行ったら、まあ、すごくてですね、斜里町の方々、これどういう、そもそも、グループでやってるのか、ちょっと石川さんから説明した方がいいのかな。はい、写真ゼロ番地知床っていうのがあって、で、4、5年前からやってるんですけど、で、毎年一人、社長にゲストを呼んで、で、写真展みたいな展示をこう、僕ともう一人の人で展示をしていくっていう。で、1回目が鈴木理作さんって写真家で、2回目が、石川隆一くんっていう写真家で、3回目が西野宗平くんって写真家で、で、4回目写真じゃないんだけど、吉貝さんをご招待したらどうなっちゃうかなと思って、どうなるかなと思って、吉貝さんにお声掛けして、でも写真こういうのやってきてこういう感じなんだけど大丈夫ですかみたいな感じで、恵比寿のなんかちっちゃな喫茶店かなんかでお話しして、いや、断られちゃうかなと思いながらお話したら、まあ、受けていただいて、はい、それで、シャリとの縁がね、始まったんですよね。はい、そうですね、できましたね、うん。で、そう、それでですね、そのシャリ町がすごくて、すごくてって言っても、すぐにお見せできないのがちょっと残念なんですけど、今日はそれこそ一回私が斜里町に品藩に夏に行って、で、こういうお話にしてみようかなって12月ぐらいに、なんか去年の12月ぐらいにまとめた紙芝居を、ちょっとブルーレイでやってきたので、まあ、今後公開しようとも、ちょっとちょこちょこいつっていうのはあれですけど、思ってるので、ちょっと見ていただこうかなと、うん、そこからお話をこう進めていこうかなと思っています。はい。じゃあ、大丈夫で、上映するときは一瞬我ら、はい、6分ぐらいの短い紙芝居、ナレーション付き紙芝居、
ている。雲と風、似ているけれど微妙に違って、押し合いへし合いしているのが目に見える。あとほんの一息というところで雲が競り勝つと、山が真っ白に覆われて見えなくなる。雪が降る。寝息が聞こえる。声のような息のようなものが重なって、歌のようなものになる。朝、意識もはっきりしない中、一番最初に聞こえる音が、まっすぐこちらに飛んでくる。その音で、すっと目覚めた命名ベーカリーの小和田さんは、自家製パンを焼き始める。ありがとうございます。ちょっと最初の音声が途切れちゃったんですけど、一番最初は山の上では雲と風が拮抗している。雲と風、似ているけれど微妙に違って押し合いへし合いしているのが目に見えるっていうのから始まった。うん、あるいはそのシャリ岳の山登った時に撮った。そうですね。夏に地元の農家の方に、シャリだけ登ってみるといいよっていうので、教えていただいて、登った時の映像から始めていますね。まあ、今のは、その紙芝居だけど、その、まあ、いわゆる絵コンテみたいなものから、こう、紡ぎ出したものだよね。はい、意味的には。最初の。そうですね。というか、どういうものを撮るのか、それこそまたシャリ町で一緒に作る方、多分映画を一緒に、映画を作ったことがない方たち、ほぼそういう方たちだったので、まずイメージを共有、こういうものを撮るんですよ。で、しかも一緒に手伝ってもらいながらやるので、ほぼ無償で。だからなんか、その人たちが、これはみたいなものはできないなと思ったので、先にこういうものを撮りたいんですが、どうでしょうっていうのを聞きたくて作ったっていうのもあります。でも、店だけ結構みんな、おかーみたいなね。そう、って思うじゃないですか。でも、実行委員の方々、二人が、ものすごい熱いメールを返してくれて、あれをこれだよ、みたいな。そう、なんか、ずっと感じてたわ、それ、みたいな。そう、そう、中山さんと大森さん。ああ、中山さん。毎回、吉貝さんは、こういう、絵コンテみたいなのを作って、いろんなスタッフとか出てくれる人と共有するっていうのが多いんですか？そうですね。例えばなんか、ホッタマルビューみたいなグループで、一人でカメラ持って、録音機持って、行くやつはもうそんなのやらないんですけど、やっぱり人と一緒にグループで作るときは、まず最初にどういうものを、どういう方向性のことをやりたいのかっていうのは、結構言葉だけだとあんまり理解してもらいにくいので、紙芝居と、まあ、ああいうのを作るのが多いですね。例えば今日見た梨気味みたいなやつも、こういうの作った。梨気味は実は初めて脚本家さんやったやつで、あれは脚本を書いたんです。ああ、言葉で。そう。なんか、今回の中で一番物語がね。そうですね。一番異色っちゃ異色のやつでした。やっぱり、いつもとちょっと違うから苦労したっていうか。苦労したんですけど、ただ一緒に共同脚本やってくれる高橋智之さんがすごく寛大な方で、なんかお話の作り方も飲み屋で、ちょっとどうするみたいな。まあ一緒に、それこそ品藩で鳥取町の湯浜町行ったんですが、鳥取県の湯浜町行ったんですけど、そこから二人でいろいろこう飲みながら考えて、で、私が思ったことをすごい高橋さん拾ってくださって、なんかやっぱ数ある、梨の中から一個だけ選ぶとか恋だよね、みたいな。なんかそういう二人で、そういう話をして、あ、じゃあここと、都会のこと、鳥取の子をなんかこう、合わせちゃおう、みたいなこととかをなんか本当自然発生的に喋りながらこう思いついていったっていう。だからすごくやりやすかったですね。そのグランブーケにしろ、ホイールミュージックにしろ、そっちはあんまり物語もなく、物語っていうか、こう流れはあるけれども、それは、じゃあ逆にどうやって考えていたっていうか、頭の中にあるふわっとしたものを、こう、いかように伝えていったんですか？それはでも、最初に本当に、グランブーケに関しては、最初はものすごい短い3行ぐらいの、叩かれても殴られても蹴られても、絶対死なない女がいるみたいな。そいつからもたくさん土とか、血じゃなくて土と花と根っこと芋虫が出てくるみたいな
ことを書いていて、で、これを撮りたいんだけど、つって、知り合いのプロデューサーにやったら、いや、マジでそれ全然わかんない。もうちょっと肉付けしてくれって言われて、あ、そっか。それめっちゃわかるっていうのもなかなかいない。まあ、そうですよね。最初聞いたとき。そうですよね。まあ、それで、じゃあ、どういう描写にしようかなっていうのを、改めてちゃんと一から考えたんですよね。どういうものとまず対比するのかとか、まあ、黒い塊っていうのが、私は最初出てきたけど、塊ってなんだみたいな。で、じゃあ今度は黒塊をこう手で描いてみて、自分のイメージする。そしたらなんか、あんまり塗りつぶされた黒じゃなくて、すごい細かい線をなんか、いっぱい、いっぱいいっぱいギューってして、できてる塊になったから、あ、こういうもんだと思ったし、それがなんか自分のすごいこう、皮膚ペロって一枚めくった先にある筋繊維だったりとか、シナプスだったりとか、なんかそういう神経細胞にも見えたから、あ、これはなんかいいかもしれないみたいなことで、こう、どんどん膨らませていったりしてました。でもあれもやっぱり最初、それこそパンフにも、載せてるんですけど、まあ、なんか短い4枚ぐらいの、4枚ぐらいの文字書いてから、ビデオコンテ作って、それで共有していったりしていました。なんか、その具現化するパワーがすごいですね。だとか、もやっとした自分の中でもこんな黒いのこういう感じでっていうのを、どんどん形にして、ビジュアルにして、まあ、映画にまでしてしまう。全然そんな力技タイプに見えないのに、ゴーンっていうその力技をぶっ込んでくるような感じが、吉貝さんちょっとすごいなと思うけど、まあ、こうやって僕たちは完成したものを見せられたけど、やっぱりすごい大変ですよね。グランブケなんて特に花がモニョモニョとかいい、お虫とかこんな、あとハンナちゃんさんも面白いっていうかすごくいい、伝え方にしろ、なんかもうちょっと苦労した話とか教えてほしいですけど。意外にこんな映画のね、用意した話聞いてくれると思わなくて、じゃあちょっと、そうですね、そうですね、でも、そう、すごい苦労するんですけど、私結構、あんまり自分、もちろんこうしたいっていうのはあるんですけど、めちゃくちゃスタッフの人に聞くんですよ。これはこう思うんだけど、こうかなね、どう思うみたいな感じですごい聞いて、で、そうやって、自分の考えだとか話を聞いてリアクションもらった時にすごいまた深まっていくんですよね。じゃあこうかもみたいな。で、私は最初これ筋繊維に見えたんだけど、これ現実のものでやるなら何でできるかなみたいな。筋繊維って筋肉の繊維。あ、そうです、そうです。なんかこう血管の細いのっていうか。で、でもその時花を使うっていうのも決まってたから、もしかしたら根っこいけるんじゃないみたいなことで美術のことを富士の樹海に行って、で、その時にやっぱ大きな木の根っこの下とか、すごいボヤンって出てるんですよ、土も。たくさんむき出しで出てて、その下にこう潜り込んで、ああ、根っこってこうなってるんだな、みたいなのを見てきたり、それを貯金ってきて持って帰ってきたり、あとなんか富士の樹海、まあこれはあんま言っちゃいけないけど、苔がいっぱいあるんですよね。そのもう何千年と培われてきたたくさんの苔をバッて持って帰ってきたりして、ずっと眺めて、なるほど、みたいな感じ。一瞬屋久島みたいな森みたいなの見えたけど、あれは富士の樹海。あれは屋久島ですね。あ、そうなんだ。最後は屋久島に行っちゃいました。あ、そうだけのために行っちゃいました。あ、なるほど。でもなんかそういうの繰り返して自分でこう触ったり見たり撮ってきたりで人と話したり、それこそその時起きた事件だったりとか、なんかニュース見てたりしてるうちに全部つなげて考えちゃうんですよね。なんかそういうモードになっちゃってるので、それでなんかより膨らましてっていう感じでいきます。もうだから、なんだろうな、なんか自分で一人で作ってる感じは本当自分がおりゃーってやるっていうよりも、なんかこう思わない、あ、そうかそうかそうかみたいなものがいっぱいついてきちゃうみたいな、それで作らせてもらってるっていう感じです。なるほど。例えばじゃあ水の綺麗な湖の後ろ姿で踊ってるのはあれ吉貝さん？あ、いやいや、あれは小暮かほさんです。ああ、小暮さん堀田丸にも出てくださって、それこそ今回の特集上で柴田さんと一緒にパフォーマンスを披露してくださった、今とても素晴らしい、ダンサーさんなんです。ああ、そうなんだ、はい。いや、むちゃむちゃ水温低いんじゃないかなと思ってて、あれ北海道の湖、支笏湖でしょ、はい、相当水温低いよね。そうですね。しかも朝一でもう、明るくなってきた直後に入ろうっつってやってね。それはそれは寒かったと思いますね。そうだよね。なんか初めてこう視界が狭まったっていう感じ。寒すぎてね。四季がみたいな。ああいうのも最初からこう、いろいろ考え
ていうのは最初。いやいやいや、あれももっと本当は、生き生きした、もう光、水、エネルギーみたいなやつにするつもりだったんですよ。それがなんか言ったら、毎日雨で、毎日寒くて、霧が晴れないんですよ。だからなんか本当少ない予算で行ったので、全然これは天気予備とかなかったし、もう弾丸だったので、これでやるしかないってなって。で、行く先行く先、本当にもやと雨と冷たさに我々は包まれていて、なんか水って生き生きした生命力っていうよりもなんか、本当に死んじゃうんだなって思って、こういうふうに取り込まれたら。なんかどっちかって本当なんか三途の川を渡るみたいな、すごくそういうことを思わざるを得ない環境で、で、なんかやっていくうちに、その、みんなそういう、気候にやっぱ左右されて、そういうものをどんどん撮っていて。で、私もなんか編集するときに、編集してるときもなんか台風来て、こう、稀に見る、なんか何十年に一度の台風ですみたいなのが東京に来たときで、もうザーザー雨の音聞きながら、はぁ、死ぬなぁ、みたいな。考えながら編集したらああなったって感じです。いや、なし気味の最後がもうね、エネルギー溢れるパッシャーみたいな感じでなしをたどり着いてて。もう震えがもう止まんないんですけどね。あれはここはだけど、まあ、水の方は、はい、あのね、ちょっと湿った感じでずっと続いてね、はい、うん、なるほど、そういうことだったんですね。そういうことでした。で、あとそのホイールミュージックは、あれ全部 iPhone で撮ってるんですか？あ、いや、全部じゃないですね。α7S2 と併用しながら、でも自分が普段こう、千駄木の街で本当に面白い金魚だったり、あの皮膚科の先生のディスプレイだったりとかは、こう自分で、あ、これはって思った時に撮ってます。あの金魚まだ生きてんのかな？もう死にました。さすがに。しかもめっちゃ苔がすごい綺麗に掃除されてて、なんなら土壌とかもいたのに、そいつらもいないんですよ。だから、結構、じゃああの金魚が、あの金魚がちょっと死んじゃったのと同時に、多分したんでしょうね。綺麗にしちゃおうみたいな。そう、なんか結構その家の方は、なんか水槽汚いでしょみたいなことすごい気にされてたので、私が撮ってる時に。なんかやりたかったんです。そうなんだ。あと、まあ、あの皮膚科も普通、まあ、ネットで調べて、じゃあ予約して行ってみたら、入り口に穴があったら、普通ちょっと厳しさを返すっていうか、あ、すいません、ちょっと今日キャンセルさせて。でもなるけど、結構通ったって。いや、むしろあれがあるから信頼できるなって。マジっすか。思わないかな。いやー、俺はキャンセルするな、あれあったら。で、あれまだある、やってるのか。あ、でも、あの皮膚科には、通わなくなったんですよね。ですよね。なんか、皮膚の病気ってやっぱ、病院通っても治んないなって思っちゃって。ああ。そう。こうね、食うもんとかそういうので。そうそうそう。結局、皮膚科の先生も私、頭皮のニキビで通ってたんですけど、頭皮のニキビはね、私も昔若い頃はすごいあったんだけどね、大丈夫よ、今ないからって。それ皮膚科の先生の言葉。時間を経てばいいんだみたいな。ああ。なるほどね。1日2回シャワーシャンプーすればなんかだいぶ良くなる。ああ。で、そのエピソード2つも面白いんだけど、そのホイールミュージック自体は、あの最初から最後まで どうやってこういうもの作ろうと思ってた。あの自転車のカラカラする音俺も好きなんだけど、あのね、どういう風に作ってったっていうか、もともと構想があったっけ、こういう風にしていこう。全然なかったですね。でもなんか私の本当面白いと思ってる街の出来事、実際にある出来事だったりとか、私自身の生活をなんかこう車輪の音に乗せてふわふわ入れ込んで、なんかああいう流れっていうか、なんか一つのこう音楽みたいな流れにできたらなっていうのはもともとあったんですけど、内容自体は全くこう編集の流れも決めてはなかったです。あれってなんか続編みたいなのがあったっけ？なかった。あ、まだ続編はないですね。あれ一個だけやって、こういう。あ、でも自転車シリーズは結構私自転車の作品を撮ってるんですけど、あれが3作目なんですよ。あ、そうなんだ。で、自転車乗りの少女っていうのが1作目で、それは YouTube で見れて、25歳の若かりし私を自ら少女と呼んで、那須の高原をこうひたすら走ってる映像が見れます。そうなんだ。いやー、それの上での新作が今度はね、シャリっていうのが。あ、そうなんですよね。そう。で、結構それが、シャリが本当に、今のあの、ナレーション付き紙芝居で伝わったかわかんないですけど、やっぱ、今までやってきたグランブーケとか、ホッタマルビューとか、ナシーミとか、ああいうちょっと大きな映画、グループでやる、なんか物語のあるものと、ホイールミュージックみたいなちょっとドキュメンタリー的なものをすごくこう混ぜ合わせた。ミッションとドキュメンタリーはすごく今までやってきたなんか10年の集大成があ
なんか出てきちゃったみたいな、うん、今までとも全然違うけど、やっぱり今までの系譜の中であるもんだなっていうのが、そうできたなっていう感じがありました。いや、今日やっぱり短いのだったけど、シャリは尺が1時間あって、まあ、ちょっと長めになって、はい、最初はまた短いの作ろうとしてたけど、はい、どんどん長くなって1時間になったんですね。で、僕も今日全部見てて、このエッセンスが、なんかこう、シャリに注ぎ込まれてるなっていうのは随所で、いろんなところで、感じる部分があったんですよね。今回そのシャリで1時間という長いのになった経緯とかなって どんな感じでした？初めての長編でした。そうですね。でもそれこそ長編にするつもりはそうそれこそなくて、最初は15分ぐらいの短いのをやりましょうとかってやったら、まあやっぱもう実際出てきたパン屋さんとか漁師さんの話だったりとか、木彫りを集めてらっしゃる方とか男性とかいたんですけど、本当にいるんですよね。で皆さんすごく本当ユニークなんですよ。でもなんか話聞いてるうちに、もう私が最初考えたのとかどうでもいいなみたいなこっちの人の話聞きたいわみたいなのを、だから実際なんか話聞いたりお家を移していったりするうちに、やっぱりそういう本当にある面白い話も混ぜながらやりたいなっていうのにしていったら、もうあれよあれよでも素材が増えていって、で、まあ、先週する前からこれは絶対15分に収まらないなって思ってたんですけど、案の定、本当に1時間超えに、ちょうど60分ぐらいになりましたね。なっちゃいました。いや、だから、すごいこう柔軟な部分と、すごいこう、頑固っていうかわかんないけど、強い部分がなんか合わせ持ってて、そうやってこう面白いものはね、どん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 取り入れつつも、なんかこういろんなこう流れをこうあえてすごい分かりやすくしたりとか、そういうのはあんまりしないし、うん、こうモヤモヤしたものをきちんとこうそのまま提示するなんかこう強さみたいなのもあったりして、それがなんか吉谷さんの面白いところだなと思うんだけど、うん、でそのシャリは来年見れ、あ、再来年ぐらいになるんですかね。時期がね、まだわからないんですけど、それこそとこれもシャリも 5.1 チャンサラムでポスプロしようと思ってるんですけど、結構ちょっと音響スタッフの方がやっぱコロナでスケジュールが押し押しになっていて、そういうこととか考えつつ海外屋さんにも戻したいなとか考えると、ちょっといつが一番いいのかなっていうのはちょっと今検討中なんですが、でも確実に皆さんの前にまた、石川さんと共に、はい、上映したい、絶対したいと思っていますので、ちょっとチェックしてもらったらすごい嬉しいですね。赤いやつっていうのが出てきて、それをこうね、町の人とみんなで編んで作って、はい、で中に入ってるのは吉貝さんで、はい、私が赤いやつやな。そうでその赤いやつが町をこう ね練り歩きながらいろいろ熱をこうまあこう伝えていくみたいなっていうことなんだけど、いや僕も撮っててすごい面白かったんで、ぜひ完成形を楽しみにしておるんですよね。ありがとうございます。でも石川さんそれこそパンフレットに文章も寄せてくださってて、私それ読んで初めて知ったんですけど、なんか紙芝居私石川さんに送った後すごいいいじゃんみたいに言ってくれたのを覚えてたんですけど、あれ読むとなんかこれは手ごわいぞってことを思ってたんで、いきなりとこれを撮りますって言われて、分かったみたいな感じにはあんまりなってなくて、だこれは行ってみないと分かんねえなみたいな感じの、まあ、面白さで、実際撮ってる時は撮っててもでも結局よく分かんなかったじゃないですか、まあ、場面はまだあれで分かんなくて、だんだんこう最後の方でつながってきて、でようやくアラー編集みたいのも見て、あ、なるほどみたいなね、そういうところはあって、でも、まあ、こうやって今ずっと吉貝さんとまあ1年以上なんか断続的に会ったり話したりしたり、これ作品見てると、なんかは分かってきた、吉川さんが。でも、珍しいっていうか、ね、自分ではナチュラルにやってるんだろうけど、なんかこう、なんだろうね、あんまりこうきちんと整理しすぎないし、なんかこう、こういう塊のまま、でもなんていうかな、吉川さんらしくポンって出してくれるから、千差万別の受け止め方が、ね、お客さんの中でもできるし、
改めて面白いなと思ったんだけど、自分的になんかこれだけはもう映画作るときに、映像作るときになんか決めてることとかそういうのあるんですか？これだけは。あ、でもナチュラルにやってんのかね、これを。ね、そうですね、あんまり考えたことなかったですね。毎回毎回でも違うんですよね。うん、テーマっていうか、なんかそれこそグランドユーケのときは、本当に死にそうだったんですよね。何が？私が。ああ、そうなんだ。なんか今までやってきたことをなんか3倍ぐらい、てか100倍ぐらい出さないと追いつかない予算と規模と時間の切羽詰まり方等だったので、本当になんか私死なないようにしなきゃってすごいこう、絶対死なない、最後まで絶対作るみたいな、事故とか絶対合わないみたいな感じでやってたし、でもシャリの時は、シャリの時は、シャリの時も相当なんていうか聞き迫るものがあったし、あのもうなんか子供になんか引っ張られたりももみくちゃにされて、でもやっぱり赤いやつは威厳を保ってるっていうか、全然保ってなかった、保つべきと思ってるのかわかんない、こうやってるし、なんか最後も最後の方も足引きずってなんか、あ、そう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 、なんか怪我してんだかしてないんだか、でもそれを気力でカバーしてんだか してないんだかみたいな。そうですね、子供になんか足ガンガンにされて、うん、そのシャリに滞在中ずっと1ヶ月ぐらい私足引きずってましたからね、うん、大丈夫って言うんだけど、うん、大丈夫みたいな感じで言ってたけど相当痛かったよね。あ、でも捻挫ぐらいの痛みで全然本当お医者さんも言ったけど何にもなってなくて、ただあれは寒さですね。寒さ、東京帰ったら治りました。あ、本当に、まあ、一番寒い時期だったっていうのはあるし、そう優勝が来るんですね、優勝、そうそう、2月とかね。で子供が全然コントロールできないからね。そう子供とやってましたよね。本当にカオスでしたね。あ、でも、あ、でも見てもらえたら分かるかな。うん。うん、なんか、ジップロフローらしい。あ、そろそろね。じゃあ、はい、ぜひ、シャリが公開された暁にはまた皆さん来ていただきたいということで。来てください。はい、じゃあ、今日はどうも。ありがとうございました。